菊池克人と佐々木千秋の言霊アラカルト。皆さんこんにちは、お久しぶりです。菊池克人です。皆さんこんにちは、佐々木千秋です。突然ですが菊池さん、はい、9月ですね。ね、はい。9月英語で言うと何というかご存知ですか？英語で言うとね、はい、セプテンバー。おー、日本語で言うとセプテンバー、はい、あーそうですね、はい。さすが菊池さんです。発音バッチリでしたよね。はい、皆さんもご存知の通りですね、英語で9月はセプテンバーで、これはですね英語の語源であるラテン語表記と同じなんですが、実はラテン語で第7のという意味のセプテムに由来してるんだそうです。ではなぜ7番目かと言いますと、紀元前153年にそれまでですね3月を年の初めとしていた慣例を1月に変更したにもかかわらず名称を変えなかったためだと言われています。ぜひ皆さんですね、あの職場とか学校で披露していただきたい言葉の面白いエピソードです。ちなみにね、あのこれは全く言葉の魅力から離れた余談なんですけれども、うん、9月はその年の12月と同じ曜日で始まります。そうなんですよ。え、いやいや、どうぞどうぞ。菊池さんご存知だったんですか？これね、9月、いや、たまたまね、はい、この前手帳を時間がある時に、はい、電車の中でまあつらつらと見たわけですよ、はい、2019年、2020年、2021年まで乗ってるんですよ、この手帳にね、はい、でずっと見てたらさ、はい、あれこれ9月と12月ってたまたま一緒かなと思ったの、今年だけ、だ来年も同じなんだよね。なんと2年後も同じだったんですよ、手帳に。なるほど。で他に月あんのかなと思ったら他の月はないの、9月と12月だけが同じだなと思って、はい、これ偶然かな、何なのかなと思って、僕はあんまり聞いたことなったんで、はい、ちょっと思っていた矢先で今日は素晴らしい情報をいただきまして、すごく大変ありがとうございました。はい、そうだったんですね。私は全然知らなかったので、なんかちょっとね、うん、驚きました。これはすごく驚きましたし、はい、なんか誰かに話したい、ね、知識がっていうふうに思いましたけど、ね、みんな知ってるのかな。いや、どうでしょう。、ね、皆さんいかがなんですかね。ということでぜひお話しいただければと思います。さて、それではそろそろオープニングトークに戻りまして、この番組言霊アラカルトはフジテレビほんまでか TV ご出演の後、未だトレンドの筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんと、セリフを話すという職業についております私女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。一つの言葉の使い方で意味や相手への印象、そして自分も含めたその言葉の持つ力、魔法が脳のプログラミングも変えてしまう可能性があるということなんですが、はい、菊池さん今回はどういった、うん、まあ、あの前回のちょっと続きというか、はい、振り返りしてみたいんですが、はい、普段使ってる言葉、はい、これもですね結構脳に影響を与えるよねっていうことで、はい、脳の苦痛系に与える言葉と、うんうん、報酬系に与える言葉があるよねってことをちょっとこの前お話したんだけども、はい、あの例えば母親がさ、はい、宿題やればゲームやっていいよって子供に言うとするじゃない。はい、でこれって子供に新しい目的を与えて、子供は自分で考えてそこに向かって進むように仕向けてる言葉だよね。はい、そうだよね。そうですね。だから子供は目的を思考するようになって、うん、自分から動こうとするじゃない。はい、でこれは専門家に言わせるとね、どうもドーパミンとかさ、はい、これあの興奮剤なんだけど、はい、あとセロトニンといって幸福感を味わうようなものね、うん、はい、あとオキシトシンといってこれも愛情を感じるようなもの、うん、こういったものはね、どうもこう分泌されるらしいということがまあ言われてるんですよね、はい、専門家の方々はね、うんうんうん、で逆にさ、子供にさ、宿題なかったら、はい、テレビ見さ、あ、宿題なかったらゲームさせないよっていう親もいるわけですよ、はい、これはさ、逆に苦痛系に入ってるわけだよ。子供は苦痛を避けたいから、うん、こっちが言うこと聞くと言われてるんだけども、はい、これやるとね、いわゆるその問題から回避したいっていう人が増えちゃうわけですよ。いわゆる
ゲームができないっていう問題を回避するために、うんうん、まあ、宿題やるわけじゃない、うん、そうですよね。でこれはさ、やっぱりいろんなホルモンがやっぱり違うもので出てくるらしくて、うん、いわゆるコルチステロンっていう気回避をするようなものとか、はい、アドレナリンって言って、はい、まあ、興奮緊張状態を作るものとか、うん、まあそんなものが出てくると言われてるんですよ、はい、たった言葉だよね。え、ほんと面白いですよね。こんな言葉がやっぱり怖いから、はい、子供が言うことを聞くからといって決して苦痛系にあたる言葉を言うことがいいことになりませんよっていうことになるんですよね。ねえ、本当に面白いなと思ったんですよ、ですよこれね今日はさらに、はい、これお子様を教育されてる方なんかも肝心な部分なんだけども、はい、自信、自信だよ、自分の自信ね、自分の、はい、自信って、はい、どうやって作られるの。いや、知りたいですよそんなそうだよね、はい、でこの辺でね、ちょうどね、はい、ラグビーのワールドカップも始まるしさ、そうですね、自信を持ってみんながプレーしてる、どういうところが来てんだろうっていうことを見て学びたいなと思ってる人もたくさんいると思うんですよ、はい、でここで簡単に言うと自信を生むための要素が2つありますよ。まずこれを話します、はい、なんともわかんないな、いきなりそんなまず要素ですよね。まずですね、はい、自分って結構優秀だよなって思ってる自己有能感です。あ、はい、自己有能、ね、何人かいたらこれ俺だったらできるなっていう風な自己有能感、うん、で、はい、もう一つが自分で物事を決めたっていう自己決定感です。自己決定感、決定感、自分で決めたんだよっていうこと、はい、だから有能感だけだとダメなんで、はい、自分で決めたことがいい結果を出したという経験が必要なんですよ。でこれができると自信につながると言われてるんです。うん、なるほど。だから結果だけ良くても、はい、自信にはつながらないへということがとっても大事なところで、はい、いわゆる例えば先生にこれだけやっとけば必ずいい点数取れるからって言われて、はい、その通りやって、点数取れて、ああ優秀だねってみんなから言われても、はい、この子は確かにクラスでこれで一番になれば、うんうん、自己有能感は手に入ってるじゃない、一番だもん、優秀だよねって思うんだけども、うんうん、自分では決めてないんですよ。やれてやることやってるだけだから。ああそう、あなるほど、そっか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 、ね、だか有能感は手に入 る。でも自分でこれを自分でこの勉強したいんだよって自分でやった子は、はい、それが自信につながるわけだよ。ところが結果だけ得た子は、うんうんうん、周りはいやすごいねって言ってくれるけども、はい、自分の深いところでは自信にまでなってないんだよね。ああなるほど、なんか分かってきました。自分で決めたことによって、そう、自分で決めたことがうまくいった時に自信につながるんですよ。あーなるほど。自分で決めたことじゃないことをやれよって言われて、はい、やってうまくいっても、うんうん、なかなか自信にはつながりにくい。確かにそうですよね。でも周りでいる人は、はい、いや結果素晴らしいんだから、いやこれ自信持っていいよねって言うんだけども、はい、本人は残念ながら、うん、そこまでは持てないところだよね。なるほど、これは本当に日常でもね、当たり前のようにすごいねっていうふうに言っちゃいますけど、 でこの辺をねやっぱり考えていくときに大きく分けて、はい、まあ、2つの考え方があってさ、考え方、うん、これは捉え方でもあるんだけども、はい、まあ、パターンというかね、あパターンですね、こんなものがあるんだけどさ、はい、例えばさ、どうして あなたこの大学選んだの、どうしてこの高校選んだの、はい、なんでこの会社選んだんですかって言われた時にさ、はい、例えば A 君と B 君がいるとするじゃない、で A 君はいやこれ自分で決めたんですよ、うんうんうん、ここでやりたいことあったからですよ、うんうん、っていう A 君と、はい、B 君はいやいやこれは周りがこう進めてくれたんですよ、こういう情報があったからそれに従ったんですよ、はい、あるいは偏差値が高かったからですよっていうのもあるわけだよ。で A 君は自分で決めてるじゃない、はい、そうですね、自分で入りたいと思ったんですよ、ね、いいと思ったんですよ、はい、これはあえて言えば内的な基準で決めてるわけですよ、自分の中の基準、そう、うんうんうん、ところが B 君は内的な基準というよりもどちらかというと外部からどういう評価があるのかな、はい、どういう結果があるのかな、それから見ると自分ってこうだなと思ってそこから決めてるわけですよ、はい、あなるほど。でこの外的基準というのは日本人は非常に多いと言われてるんです、はい、そうなんですね。要は周りからどう見えるの、これだったらどう見えるの、褒められるの、称賛されるのっていう見方を結構するのを教育上、まあ、受けてるわけだ。ああそうなんですね。だから子供の時もさ、はい、お母さんがいいって言ったもん、先生褒めてくれるもんもう外的基準の典型なんだけど確かに子供の時から、はい、なかなかやっぱり僕いいと思ったからこれやってんだっていう子はなかなかいないわけで、うん、日本の場合はだよ、はい、外国ではそんなことないと思うんだけども、うーん、そういったいわゆる第三者、
が価値を決めてくれて、それにのっとって自分がやるっていう考え方になるわけですよ。でこれは外的基準なので、はい、これをやってるとやっぱりなかなか自信を持つところに行きにくいんだよ ね、ね、だって人が決めたことを自分がやってって結果がうまくいったとしても、うん、でもこれ僕が決めたわけじゃないし、まあ、結果は良かったけど、そうですね、成果は上がったけど、自信とはちょっと違ったものですもん ね、 ね、はい、自分は有能かもしれない、うんうんうん、だけどじゃあ一人でやるかって言われたら、いやちょっとその自信ないですよってやっぱり言っちゃうよね。あ、なるほど。その辺がね、微妙なところが違うんですよね。で、はい、さっき言った外部からの外的基準って言ったけど、外部を見ながらやってる人って、はい、結構ね、はい、指示待ちになることなんですよ。あ、そうなんですね、うん、だって変に自分で決めてやってさ、怒られたらつまんないから、指示を待つ人間になるっていうことも、そういう傾向があるんですね。うん、でここでとっても大事なことは、はい、うまくいったっていう結果だけ見るとさ、はい、A 君も B 君もうまくいくかもしれないけども、うん、成功体験だけでは自信って生まれないよねってことなんだよね。そうですね、最初に言った2つの自己有能感と自己決定感と両方備えてるとやっと自信につながるよねっていうことなんだよね、はい、ああなるほど。これ自信ってす全くね同じ道を進んでたとしても、その人の心の持ちようだったりとか、そうそう、でまたちょっと違ってくるんですね。違ってくるね。で自己有能感というのは、はい、結構数字に表れたり成績に出たりするんですよ、はい、でも自己決定感って残ってないんですよ。そうですね、書面とかみんなに分かるように残ってないじゃない。残ってないです。だからここを見落とすってことがたくさんあるわけ。だって分かんないんだもん、成績だけで見たらどっちも優秀じゃんなる。まあ確かにっていう話ですよね。そうそうそう。こういうところがやっぱり人を見るとか、人をまあどうやって採用しようかなとかっていう時ね、はい、結構大事なところなんだよね。なるほどね、すごい深いお話でしたね。いや自信自信つけなきゃって思っててもなかなかこうなんで自信がつかないんだろうなんてね、あんまり考えたこともなかったんですが、そう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 、すごいこう細かくお話ししていただきまして、自信つけなきゃと言ってつかないよ。つかないですもんね。そうですよね、自分で決めたことをやって うまくいったっていう経験を積むということが一番の近道ですよ。いやもう今日近道を教えていただいたんでね。今後頑張って自信をつけていきたいかなと思っております、はい、ありがとうございます。結構です。はい、そうしてください。はい、はい、では菊池さんの説明ですね、もう一度聞き直したいという方はこの番組放送終了後約1週間程度で YouTube に再編集映像配信版としてアップされますので、改めてアルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルトと検索していただきましてご覧いただければと思います。そしてですね、一般的によく使われる言葉や表現から出てくるフレーズなので聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉の裏側にあるその人の意識を言葉から探って見極めていくことで相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思います。そして今回ですね、菊池さんにお話しいただきました内容はあくまで参考にしていただくものであって決して断言するものではないこと、くれぐれもご注意ください。いかがだったでしょうか。何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識が隠れているのかもしれません。まさに言葉の魔法です。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さてこのコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回はゆずさんのああ青春の日々という曲を選ばせていただきました。まあ、青春の日々ということで、はい、何か青春を思い出されることありますか。菊池さん。いやそりゃだって、はい、今でも青春だし。あ、そうですよね。失礼いたしました。失礼いたしました。そうだったんですね、はいはい。まあ、ちょっと青春の日々ということで、なかなか私あんまり過去を振り返らないタイプなんですね、うん、結構未来ばかりを見ているタイプだったりするんですが、うん、このあー青春の日々という楽曲を聴きますと、あの中学校の時のお友達何してるかなとか、ね、高校生の時のお友達なんかお父さんになったらしいなとか、そういうことをねふと思い出せる。その頃思い出す曲ってあるよね、うん、あるんですよ、うん、よくわかります。そうなんです、はい、でなかなかその中学生高校生くらいの時に聴いていた曲なんですが、うん、まあ、それね、あのどうしても大人になってみないとわからない自分の立ち位置というか、はいはい、今私はこれで頑張ってるけれどもみんなはみんなでそれぞれ頑張ってるんだなっていうことをね改めてこう感じさせていただける曲だなと思いまして、今回ちょっとね、まあ、9月ということもあって、なんとなくそんな気持ちになったので選ばせていただきました。改めまして筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。
続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。菊池さんにはですね、どういった方が書かれた字というのは伏せまして、まさに字だけを見ていただき、こんな字を書く人はこんな性格といった解説をお願いしております。そしてリスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方は、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただき、 03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。それでは菊池さん、今回もですね、次回ゲストにお招きする方にですね、予告編というわけではないんですが、どんな方がゲストに来ていただけるのかということを、筆跡分析の立場であらかじめリスナーの皆さんにですね、お伝えしておこうかなと思っております。ちなみにですね、今回その方に書いていただいた字は3文字です、はい、北海道、北の海の道と書いて北海道ですね、はい、では菊池さん、分析のポイント交えながら解説をお願いいたします。いや、非常に個性的な字ですよね、これ。何をされてるかは分かりませんが、はい、まずですね、北海道って3文字の字の大きさが、はい、全く違いますよね。そうですね、北という字が大きくて、はい、海という字がそれの多分4分の1ぐらいしかないよね、これ面積で言ったら ね、はい、まあ道はそれの間ぐらいの大きさということで、はい、まあここまで字の大きさを変える方っていうのは、はい、簡単に言うと、はい、同じ大きさで書きたくないんですよ、無意識の中で、はい、ということは普段の生活の中でも同じことを繰り返すことに対してあんまり関心がない人なんだよね。関心がない、そんなことよりも、はい、変化大好き、新しいことをやろうよ、何が違うんだろうみたいなところに目が行く傾向がとても強いなって気がしますね。なるほど、これがまず一つ、はい、それからこの字を見て分かるように、道という、北海道の道という字の進入を最後まで右までバーッと流してますよね、はい、かなり長いですね。海っていう字も流してますよね。あ、長いですね。これはこの字の一番最後の部分なんですよ。海っていうのもそうでしょ、最後に書く字っていうことですね。最後に書くってことでしょ、はい、これが筆が離せないんですよね、最後までわーっと、うん、結構物事にこう、はい、なんていうのか、推進浸水っていうのかな、浸水しちゃうと、はい、もうずっとそこにこうとどまるというか、簡単に言うと筆を離したくないよっていう感覚だから、はい、まあある普通の言い方をすると、まあ惚れっぽいというかさ、うん、自分で気に入ったらさ、もう一途になっちゃうとかさ、そういう傾向が結構強い方ですよね。結構長めですもんね、うん、長めですね、はい、これよくわかりますね、はい、あとこの海という字の角が、はい、右角の角が、はい、丸くなってるとか、道という字もこの首という字の右肩が丸くなってる、極端に丸いですよね。そうですね、確かに丸いですね、まん丸だよね、はい、これ丸、角を丸く書く人っていうのは、はい、行動面でとっても柔軟性の高い人です。だからあれもありこれもありいいんじゃない、できることからやってこいよみたいなことを平気で言うところもあります。決まりがあるからそれ通りやろうよっていうよりも、はい、いやあれもありこれもありいいと思いますよっていうことで、自分の行動も結構柔軟にやりますね。あ、そうなんですね、はい、っていうのが分かりますね。なるほど。あとはもう一つ言うと、はい、北海道の北っていう字が、はい、右側にバーッと来てボンと跳ねてますよね。これもすごい跳ねですよ。すごい跳ねですよね、はい、この羽が大きい人というのは、はい、自分の中に強いエネルギーを持っていたりしてます。非常に大きな、まあ、簡単に抑えられないような大きなエネルギーを持ってるよっていう人もこの羽を大きく描くんですよね、はい、そんなことが、まあ、分かるかな。あ、なるほど。すごい、本当に、まあ、個性的というか本当に大きい、まあ 力のある字を書かれてるし、字を書かれてますよね、うん、ぜひちょっとお会いしてどんな人かなっていうのは楽しみですね。ちなみにこの北海道の北という字の、はい、この一番最初の一筆があるじゃないですか、はい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 、ちょっとくるっと丸まってるんですよ、うん、これはね、むしろ丸まってるというよりも、はい、入り方がグッと入ってグッと回してるんですよ。これは北海道の道の首の部分もそうなんだけど、はい、一回クッと入れてるんですよね、あ、力を入れて。ほうほうほう。でこれやる人って、はい、結構自分の中にこだわりを強く持ってる人とか、あ、私はこれなんだよねみたいな、私こういう人なんだよねみたいなのを結構自分の中に持ってる人ですね。あ、そうなんですね、うん、だからこれを見て分かるのは、
結構自分の中に強いこだわりをお持ちになってるので、これが分かって話をするってことはこの方と大事かなって気がしますね。あ、なるほど。そうしないと、その金銭に不用意に触れちゃうとさ、はい、人間関係も良くなくなるかもしれないから。あ、なるほど。どういうところにこだわり持ってるのかなっていう、まあ、それぞれね、うん、皆さんありますからね。あるからね。結構強いかもしれないね。あ、そうなんですね。はい、どんな人なんだろう。すごい楽しみですね。お目にかかりたいですね。面白いですね。本当ですね。うん、いや本当に結構楽しみにしてます私。はい、私もちょっとここまで個性的な字の方はなかなかお目にかかれないんで。いや皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、お会いしたいです。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。うん、皆さんいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、次回のゲストさんなんですが、まあ、おそらく私が今この文字、ね、うん、の解説を聞いた感じではですね、まあ、とても柔軟な考えを持っていながら変化をとても楽しむ方、うん、ということ、まあ、柔軟な考えとか柔軟な行動力、柔軟な行動力っていうのがあるということなので、すごくこう なんて言ったらいいんでしょう、すごく気になる方です。私個人的にパワー持ってますよ。パワー持ってる。パワーが、うん、で変化大好きだから、うん。そうですよね。で変わったこと好きだから。どんなパワーを持ってるのか。面白いね。すごく気になる方、うん、ですかね。はい、ありがとうございます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。そうだね。はい、以上字は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルトいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。いやもう本当に、まあ、9月でね、涼しくなって9月と12月がさ、うん、同じ月だってこともさ、たまたま同じ話題になってさ、はい、面白かったし、はい、そうですよね、多分ほとんどの方は気がついてないんじゃないかと思うんだよね。いや僕みたいにたまたま電車乗って暇な時にずっと見てる時に、はい、あれと思って、はい、来年見たらまた同じで2021年も同じじゃんと思っていやそんなことをしてる人普通いないじゃない。いやそうですね、なかなか見つけられないですよね。見つけられないよね、はい、12個全部比べないもんね。たまたま形が似てたんですよ。そうなんですよね。たまたまほら今年がそうだったから、はい、で来年もそうだしさ、はい、全部同じじゃんと思ってさ、これずっとそうだったんだね。僕は最近気がついたことで面白かったなと思って、これは本当に私は全く知らなかったので本当に驚きましたよね。確かに私も思いました。他の月は確かに違うんだなというふうに思いました、ね、あとさっきの予告編で見た方の字、はい、いや僕はあそこまで個性的な字ってあんまり見たことなくて、はい、すごい面白かったけど、はい、ただねやっぱり伸び伸びとしてる人ですよ、うん、だからああいう生き方、はい、いいなって思うようなところも感じるので、うん、やっぱりあんまり物事に固執しないで、はい、どんどんやってこうよみたいな感覚がすごい感じられるし、うん、そうですね、私これ好きだから、好きだからやるのっていうのがすごくいいなと思っていて、私も思いました。僕はやっぱりこれからの、なんていうのかな、日本人の人もね、はい、もっともっと自分がやりたいんだよねこれをねってことを前面に出したっていいんじゃないかなと僕は思ってるので、うん、さっきみたいな字を書く方なんてのはまさにその最先端を言ってる方かもしれないと思って、はい、そうですね、すごく興味あるし、はい、あとは内部で話したいわゆる内的基準、はい、強いですよやっぱり。おー、なぜかというと私こうだから、私これいいと思うんですよねっていうのはやっぱり強いし、うん、やっぱりそういった意味ではある意味でなんていうかな、生きていく上でのさ、うん、一つの糧になるっていうかさ、そうですね、すごく参考になるような人かなと思っていて、うん、すごい楽しみですね。そうですね、はい、私もとっても楽しみにしてますのでね、ぜひね次回ね楽しみにしておきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。そしてこの番組へのご意見ご質問ご感想などお便りをお送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまた次回お耳にかかりましょう。